この写真お気に入り。そんなことはいいけれどって言った人はホームレス。農協の理事の息子で、ね、協定ぐりなんですわ。親が15の時死んで。そんなことはいいけれどって岡山の人で言ってました。2年前行ったんだけどね、家賃払うのを払いました。そんなことはいいけれど、癖になって。あのね、今 YouTube をね、見たらね、8歳の子が28億稼いでます、年収。で、うーちゃんちゅうのは年収8000万ですわ。そういうことは月1000万、8000万か、800万か。俺もそういうこと決めました。ほんで、内容見たらね、ゲームを紹介するとかね、それでもういけますわ。あとスマホ買ったらね、それで 1.5 万とか2万回再生。ほんで4000時間でしょ。あとみんなわかっとるからね。だからスマホの容量のいいやつ買って、私も YouTuber デビューします。あの人どうなったかな、ポーンと細い男。なんとか、あそこ出した人ね。だから YouTube 始めます。以上。